この梶谷は島根県の海星高校の出身ですが、恩師の野々村監督の言葉を胸にプレー、やるからには命がけでやりなさいという、そんな話があったそうです。原監督ともスタメンで出るときは、俺も我慢するからお前も我慢しろと、そうちぎりを交わしていると言っていました。さあどうだ、レフトの前に行った、二塁ランナー三塁蹴った、三塁蹴ってホームに帰ってくる、素晴らしい返球、帰ってくるがセーフです。梶谷4点目のタイムリー、山崎ガッツポーズ、好投を続ける、未知の領域の扉を開こうとしている山崎にこれ以上ない援護点をプレゼントしました。梶谷のバッティング、いや村田さん、この梶谷のバッティングです、ね、勝負強いですよね、はい、コースに逆らわずというバッティングですよね、はいはい、山崎グラブを高々と突き上げて喜びを表現します。冷静沈着、梶谷隆之ベテランの仕事です。